ナリーグドジャース1月4日ロッキーズ、2024年5月31日ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平投手、29、が5月31日、日本時間6月1日、本拠でのロッキーズ戦に、2番 DH で先発出場。サンダス打ムアンダー1四球に終わり、デーブ・ロバーツ監督の52歳の誕生日に2 0連発の今季15号は生まれなかった。 チームも1対4で敗れて連勝が3でストップ。本拠ドジャースタジアムではロッキーズ相手に7連勝中だったが、こちらもストップした。右肘手術から根気復帰した先発ビューラーがこの日は乱調。初回は2試満塁を無失点で切り抜けたが、3回は3本の安打に味方の失策も絡んで3失点。4回にはソロ本塁打を浴びて4回までに4失点と苦しい投球となった。 1> 第1打席は2ゴロに倒れた大谷は4回の先頭打者として第2打席を迎えたが、この打席はカウント2月2日から外角カーブを捉えるも二直。第3打席は空振り三振に打ち取られた。ドジャースは今季7敗を喫している相手先発ハドソンの前に7回まで無得点と沈黙。八回は買い打線が無視満塁の好機をしたが、ベッツが夕頃ろ殺打に倒れ、この間に一点こそ返したが、 本拠はため息に包まれた。大家の4打席は2番手右腕ボドニクとの対戦。フルカウントに持ち込むと支球を選んで3番フリーマンにつないだが、三振に倒れて1点を返すにとどまった。大谷は9回最後の打者いいヘルナンデスが中飛に倒れたのを見届けると、すぐさまベンチ裏に引き上げた。シンシナティ、ニューヨークと続いた敵地での6試合を終え、前日30日はオフ。 これまでは目が隠れるほどに前髪が伸びていたが、試合前にキャッチボールで58球を投じた大谷はさっぱり短髪にカットされた姿で登場し、心機一転この試合に臨んでいた。この日はデーブ・ロバーツ監督の52歳の誕生日。試合前に家族と一緒にいること以外では、地球上で他に行きたい場所はないと思う。ホームでの誕生日で野球ができる。 最高だよと話していた指揮官だったが勝利をプレゼントすることができなかった。